ナンバーアイのメンバー3人が集まって楽しくトークをしていました。キシユータはタロットカードを読むことで知られており、ジング優ジユータとヒラの陽はキシユータがタロットカードで未来を予言することに興味津々で聞き入っていました。彼らは過去に経験したことやこれから起こることについて話し合い、楽しんでいました。最高の休日を満喫していますでしょうか今回は タロット占いが得意だという噂を耳にし、ナンバーアイの史上最高の未来を占ってみることにしました。タロットカードを手に入れ、期待に胸を膨らませながら、私たちは未来についての答えを待ちます。騎士君のタロットカードは、その的中率の高さで有名です。彼女にかかれば、未来がどのように展開するかを知ることができると言われています。私たちはその力を信じ、タロットカードを手に取ります。 未来の扉が開く瞬間を待ちながら、ワクワク感が高まります。カードを一枚ずつめくっていくと、過去、現在、未来を示すカードが現れます。過去の出来事、現在の状況、そして未来の展望についてのヒントを求めて、私たちはカードをめくり続けます。その一枚一枚が、私たちの心をくすぐり、興奮を高めます。最初に現れたのは、過去を象徴するカードでした。恋人というカードが現れ、 私たちは過去の誘惑や試練について考えさせられます。しかし、それらに負けることなく、私たちは今の場所に立っていることを誇りに思います。過去の経験から学び、成長してきた証です。次に現れたのは、現在を示すカードでした。女帝というカードが現れ、私たちは結婚やパートナーシップについての考えを促されます。努力や忍耐が報われる時が来たのかもしれません。このカードは、 私たちに希望を与え、未来に向けての前進を示唆しています。そして、最後に現れたのは、未来を象徴するカードでした。審判というカードが現れ、私たちは未来に対する期待と不安を感じます。しかし、そのカードは、私たちに励ましを与え、自分自身や周囲の人々を大切にすることの重要性を教えてくれます。未来は明るく、希望に満ちていると感じます。 タロットカードの力を信じ、私たちは未来についての新たな視点を得ました。過去の経験から学び、現在の状況を受け入れ、未来に向かって前進する準備ができています。私たちは自分の人生を切り開くための力を手に入れました。最後に、皆さんにも同じ経験をしてほしいと願います。タロットカードを通じて未来を探ることで、新たな気づきや希望を見つけることができるかもしれません。 あなたの未来は明るく素晴らしいものであることを願っています。そしてあなたはどんな未来を望んでいますか未来についての不安や期待はありますかパロットカードを信じることはできますかぜひあなたの考えや体験を共有してください。